どうもこんにちは、動態使用研究家の石黒太と申します。本日はですね、こちら The First 本編シャープ 11-1 と 11-2 合宿クリエイティブ審査チーム C の方を見ていきたいと思います。ということで、チーム C はね、レイコくんがいたりとか大輝くんがいたりとかね、非常に僕個人的に楽しみなチームであるんでね、ちょっと楽しみだなっていうのと、あとね、すごく風景が変わってると思うんですけど、一人暮らしのね、家を引っ越しまして、まあこれはね、今実家で撮ってるんですけど、またね、ちょっと4月ぐらいからまた別の家に引っ越すんで、風景変わると思うんですけど、皆さん、ぜひ風景変わっていく姿を楽しんでくださいということで、早速見ていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、では早速11-1から見ていきたいと思います。では行きます。3、2、1。完全にクリエイティブファースト、クオリティファースト、アーティストファーストを体現しているチーム C の今回の曲はなんかザ・ファーストそのものと言っても過言ではないかもしれない。ちょっとね、価格が慣れない感じにはなってるんですけど、いや、チーム C 楽しみですね。ついにレイコくんだったり大輝くんとかの翔太くんもいますよね。クルーパフォーマンスが見れるってことで、誰いるんだろうと、あと誰だ、なしゅんとくんとるいくんだ。ああ、そうだ、大輝くんが。まあな、それは年齢的なこともあるしな。いくらしっかりしてるといえどもね、やっぱり精神的な面はね。何そうなんだ。いいな。
ソータ君ってこんな感じなんだ。こんな誕生日を味わったことがもちろんありませんし、こんな下から上まで感情を振り回される一日もあることでした。大派手なドッキリでしょ。めっちゃ思い出になりますね、これは。楽しかったし、無名人も何も知らされずに、あ、なんかね、部屋を、あ、そっか、そうなんだ。部活動とかのこの感じ懐かしいですよね。
でさえ間違えなければ、ものすごいカラフルな楽曲が生まれると思うし、正直一番期待しているのもチーム C です。まとめるのがとても上手だということがいい部分だとすると、まとめるときに自分のカラーがやはり消えてしまうっていうのが、まあ、ネックでもあるなと思ったので、三次審査のとき以上にきっとまとめるのが大変であろうチームを、一体どういうふうに、まとめていくのかなというふうな思いで、唯一そういう意味では最初の段階からもうリーダーが周知というかね、キャリア的にも年齢的にも、まあおそらく翔太君がリーダーだよねってきっとみんなが思っていると思うんだけど、なので翔太はいろんな人のアイディアを引き出すところが求められると思うし、その中で自分がちゃんと存在を発揮できるかっていうアーティシズムが求められると思うし、非常に難しい役回りだなと思います。難しいな。先生すごいな。画面越してもやっぱりそこまで見れるっていうのはね、プロだからこそというか。自分で気づいて
一人だけ自分が全くそういう経験をしたことがないっていうので記憶にしたいかなと思ったら全くそんな素振りもなくで実際歌うことになったら自分の声で一気に彼のバースにするよね。そこがやっぱ一発目バンと聞いてっていうんですかね、本当にびっくりしちゃったというか最高じゃんってなっちゃった。さあすまん。あ、そうそうそう、おチーム C は、一人レイちゃんが、あらら、まあね、体力的なものとね、メンタル的なものもありますしね、絶対に。いや、めっちゃ重たいです。重たかったの。自然と気づいたみたいな感じがします。いや、全然自分大丈夫だと思ってたんですけど、気持ち的にも。要はまチームまとめてくれたよ。大丈夫。いや、大丈夫だと思ってたんですけど、全然自分メンタルは弱い。安心感もあるし、そうですね、俺はそこがちょっと今だから良かったです。それ
それが後々になってくるから。めっちゃ安心しちゃった。なんか、よくないな。部屋抜けちゃったよ。いやだ、ダメだ。すぐ、スイッチ、パチン。一回言った。理由は違うよ。この、俺しかかける思いとそれぞれあって、イコールは一個じゃん。デビューしたいって。そこがちゃんと強くあれば、人後にいいパフォーマンスできると思うから。大輝がやっぱ一番自信したくなっちゃって、人の話聞かずにすぐ行っちゃったりとかも、まだあるから、大輝は言われた通りの、その周りを見ることを、とにかく残りの2日間は結構しっかりとやってたほうがいいかもしれない。まあ、それパフォーマンスも出てくるから、他の子に言われたのが、その見たときに、めっちゃ良かったよって言われたんだけど、めっちゃ良かったよの次に、なんか子供と大人が、なんか仲良くやっている感があるって思われちゃったんだ。で、そうやって見えちゃってるっていうことは、まあ、その大人と、その翔太君と、大輝類の間にやっぱ何かしらの差があってそう言っちゃってるわけだから13歳なんだから年齢が13歳なんだ事実だ。でそんな中で2人がめちゃくちゃ頑張ってるって超事実だ、超すごい。でそれプロフェッショナルで同じ目線だけど13歳で頑張ってるっていうのは俺らからして超半端ない。俺ら絶対できない。俺が13歳だった子は絶対できなかったし超すごいことしてる。だってさお母さんいないとこで7日間も生活してんだよ。閉めるとこ閉めつつみんなが楽しんでほしいのが一番だし、リーダーとしては絶対5人で次の試合に進みたいんで、そのきっかけになればなって感じですかね。今のもいいきっかけだったらすごい嬉しいです。すごいな。本来ね、大輝くんも焦ってない頃はね、すごく周りの見える子でしたもんね。
これは盛り上がるな。すげえな、自分で見せれる。かっけえな。はい、ということで、シャープ11の1見てきました。次、シャープ11の2見ていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、では、シャープ11の2見ていきたいと思います。3、2、1。いやいや、すごいですね。あとちょっと工事の音がめっちゃうるさいかもしれないですね。それは本当に申し訳ないです。このタイミングでね、スカイハイさんのオンラインライブを見るってね、いやー、これもこれができるのもスカイハイさんだからこそっていうのもありますしね。すごっ。
全体的にはいいんですけど、そこだけ気をつけたいと思います。はい。前日ついにだ。合宿一時審査15人目のラストチーム C、 よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、こうやって見ても改めてバラバラな個性のね5人で本当によくやってくれたなと思ってます。心から尊敬してますし、今日この瞬間を一緒に迎えられることを心から嬉しく思ってます。この年齢も個性もバラバラなこの5人集まって、みんな音楽が好きっていうのは多分誰よりもあって、そこの点ではより良い音楽を作りたいし、自分のスキルも上げていきたいっていう気持ちはどのチームよりもあったのではないかなと僕は思っていて、タイトルは YOLO で YOLO で You only live once、 人生は一回きり、合ってますか？はい。ということで、まあ、人生一回きりの中で同じ賞をやることは見事ないので、このステージに向けた思いはきっとそういう一回きりっていうのを大事にしつつも、歌詞はずっと明るいというか、まあ、ダンスも割とその曲の雰囲気を殺さない振り作りというか、なおかつ全員がかっこよく見えるように作ってきて、その中でやっぱり音楽を楽しめる振り付けと歌詞とみたいなイメージで作ってたのはきっとみんなの中であるのかな。そこにもちょっと注目していただけたらなと思います。あとは楽しんでいただければ。そうだね、本当にチーム C としてこの5人でパフォーマンスするのはおそらく人生でこれが最後だと思います。一回きりの人生で、ね、巡り合った縁を、出来上がった音楽を愛してパフォーマンスしてください。はい、はいはい、楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。
水たまりに桜ライ反射するマイブーンサンクバンバ憂鬱にヘッドを抱えてマイブーン春風が all on my way 背中にまたヘビーウェイ気にならなくらに眩しいこのデイライト Oh, me time by my side Tell me why you make me smile, yeah 街を歩けば流れるメロディ待ち遠しい休日眺める毎日 All day all night楽しんでいたいよさあさあ悲しい時だってあるけど It's alright 口を割り前向いて All I get you Up and down 僕らの毎日 What is a sunshine風が吹く前バーサーな爽快感これが俺らの空将来さ気がつきゃ日が暮れてお前がマイバーガー四角で燃やすファイヤー出てこい前風に押されてもうちょい頑張ってこの通りやるぜ全て決めるまず毎日自分に勝つやることをそやう日が見えてきたかなWe're on my day That's fine 悲しい時が来るけど It's alright 途中より前向いてほら行けるよ Up and down 僕らの毎日 What a sunshine Oh yeah Yeah You know You know We onlyとか、まあ、そういったものを一切置いておいて一人の音楽をこう愛する人間として、こんな形の音楽を今日見れたことが本当に嬉しいです、本当に、この楽曲が世の中に残せたことを僕も心から嬉しく誇りに思います。みんなのおかげで僕は一個財産を今日もらいました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。素晴らしい。シュートから行こうか。本当にこのグループで楽しもう、楽しんで、クオリティを上げていこうっていう目標を掲げて、ずっとやってきたんですけど、練習してる中で僕が結構言葉足らずでちょっときつく言ってしまうところとか多々あったんですけど、でもそれをみんな真摯に受け止めてくれて、最初はその自分で言って後悔というか、ちょっとやってしまったなと思ってしまうところとかあったんですけど、僕自身もこのメンバーでやれてすごく、楽しく、すごくいい思い出に残った曲を作れたので本当に幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと本当に合宿に入ってから表情がみるみる明るくなっていく姿っていうのは本当に見てて、胸が躍りました。でももちろんただ楽しくてそういう表情をしているわけじゃないことも伝わってはいたので、そういった部分に関して、ね、何もしてあげられない自分がもどかしくもあったし、ただ全て乗り越えた時に
で、この曲の歌詞がものすごい説得力を増してました。あ、最後のサビでシュントの口からあの歌詞が聞けた時に、ものすごく、あ、これまでの10日間いろんなことがあったんだろうなというのが伝わってきました。僕らの毎日も照らすサンシャイン。象徴するのには十分だったと思うし、君がクリエイトしてきたラインとかもものすごく効果的に楽曲の中で表情になってました。素敵なパフォーマンスありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかなんて泣いてるか分かるんですけど、まあ、嬉し涙でしょうね。はい、まあすごい楽しかったし、楽しかったです。もう楽しいが一応あって、すごい一番やりきれたと思うので、悔いはないし、でもその中でも自分の反省点とか見つかったり、経験にもなるし。すごい楽しいパフォーマンスステージでいい経験になりました。ありがとうございます。ありがとう。パフォーマンスしてる間ずっとうまく歌わなきゃとか歌詞をちゃんと出さなきゃとかあったと思うんだけど、それより何より感情が先に伝わってきました。歌手としてすごく大きなことだと思うし、それを自分の曲でやれたっていうことは本当に誇りに思ってください。素晴らしいパフォーマンスでした。何も言うことはないです。ございます。ゆっくり体を休めてください。ありがとう。はい、ございます。ルイちゃん、最初あの合宿の2日目とかだった時に、あのレッスンが始まった時とか、なんかこうずっと技術的になんか明らかにみんなとあのレベルが違って、なんか自分にこう求められてるレベルってなんだろうってずっと悩み続けて、なんかダンスも歌も楽しいからやることなのに、楽しくできなくなって、とりあえずずっと体を動かして練習すればいいやみたいな感じに思ってたんですけど、あのパフォーマンスが終わって一番に感じたのは、たとえなんかこうここで僕が終わりだったとしても、もうすっごいこの五輪でやれて楽しかったから、僕はその、いや何が起きてももうずっと死ぬまで音楽やっていきたいなって思いました。ありがとうございます。あの、音楽っていうのは本当に人生のいろんなタイミングでいろんな感情をその人しか味わえないものがきっとあると思うんだよね。その一瞬一瞬を切り取って永遠のものにしたりしていく作業であって、決して大きなステージに立つことが偉いわけでもなくて、アワードをたくさん取ることが偉いわけでもなくて、その瞬間を切り取ってあなたが持っている感情を人に共有させることができたなら、今日のレイちゃんが俺にしてくれたみたいに
君が持っている感情で誰かの人生を少し前に進めさせられたら、少しちょっと今日頑張ってみようかなって気持ちにさせられたら、それが何よりも尊いことだと思います。そうさせてもらった俺から、本当にどんな大きなステージよりも、どんな名誉のアワードよりも、素晴らしいことを今日この瞬間にやれていたということを告げさせてください。本当にこれが音楽だと思います。この素晴らしい楽曲に顔を入れたのは、色をつけたのは間違いなくレイちゃんなので、誇りに思ってください。素晴らしい歌でした。ありがとうございます。大輝、正直一番年下で、なんかみんなをなんか求めたかったっていうのもあるし、だけど自分がなんかまとめられなかったり、なんか周りに迷惑かけちゃったりしてしまったことも。あったんですけど、音楽をやっぱり一番楽しめたと思うし、このチームで良かったと思うし、なんか思うことはたくさんあるし、なんか待ってられなかった自分が夢だと思った時もあったけど、今みんなのことを聞いてたら、なんか安心したっていうか、やってきてよかったなって思いました。すいません。ありがとう。ひょっとしたらずっと覚えていてもらいたいことかもしれないんだけれど、アーティストが強い自我があるなんてやっぱり当たり前なので、年齢もキャリアも関係なく、強い自我持ってたら人とぶつかることは絶対にあると思います。自分にはどうも納得いかなかったりすることはあると思います。そうやってやっていくと、やっぱ迷惑かけちゃうことは絶対にあるんだよね。迷惑はかけないようにしようとか思う必要はないです。そんなことして自分の自我を、自分の才能を殺さないでください。もう思いっきしやって、思いっきし人に迷惑かけた時に、迷惑かけてごめんって言えて、迷惑かけられた時に、サポートするから大丈夫だよと、俺がその分やるから大丈夫だよって言える人になってほしいです。そういう包み込む力が音楽にはあるし、そういう包み込める人間が出す音楽っていうのが素晴らしいっていうことは、なんとなくもう分かってると思うので、はい、大輝が次にどんな曲を書いてくるんだろうっていうのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。今日は素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。じゃあラスト、翔太。はい、リーダーとして、そして最年長として10日間過ごしてきて、なんか時々その自分が感じている責任感だったり、自分がやっている行動が僕自身のクリエイティブとかに果たしてつながるのかなとか、成長できるんだろうかとか、その面倒見のいいやつで終わってしまうんじゃないかとか思う中で、でも自分の中で切り替えて、そのみんなの面倒を見るというか、一人一人と向き合って、いい音楽を作ることも自分の中のクリエイティブだなっていうふうに切り替えて、自分のチーム含め、パフォーマンスしてた14人が、本当に音楽が好きなんだなって。思ったことで僕のなんかカット1も食われたような気がして、みんなが英語でパフォーマンスしてたのがすごく自分にとっても幸せで、きっと自分の成長にもつながったなと思うので、本当に4人には感謝の気持ちでいっぱいです。多少やっぱり、無理なことだったりとか、本当に踊ったことないレイちゃんに難しい振りを落としたりとか、結構難
しいメロディーラインをレインで歌ってもらったりとか、みんなにそれぞれ結構難しい要求をしてしまってた部分はあったとは思うんですけど、その中でやっぱみんな楽しんでくれてたので、はい、本当にいいショーができたというか、いい音楽が作れたなと思ってます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしかったことは、みんなをまとめたことでもなくて、リーダーシップを取ったことでもなくて、みんなに意見を出させたことでもなくて、あなたが一番音楽が好きであるっていう、そのなんならエゴを、自分の個性を、俺が一番音楽が好きであるっていう強い気持ちを多分この期間ずっと持ち続けられたことが、あなたが素晴らしいアーティストであるということの証明だと思うし、実際とても輝いてました。音楽が好きというあなたの気持ちに引っ張られるようにして、みんながどんどんと明るく、そしてクリエイティブになっていって、その中で自分の輝きを消さないっていうのは、生半可なことではなかったです。最後の翔太のバースが楽曲を締めた瞬間に、本当に一つのストーリーが完結したことを僕は感じました。曇り空にウェイクアップ水たまりに桜ライン反射するマイムサークバンの憂鬱にヘッド抱えてマイル。素晴らしいパフォーマンスでした。本当にチーム C のみんなありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてチーム A とチーム B のみんなも本当に改めてありがとうございました。ありがとう。こんな素晴らしい一日があることを知れただけで、やっぱり生きててよかったなと、人生捨てたもんじゃないなと思いました。僕は明日からもまた頑張るので、みんなで、こういうチームがあったっていうことをこうね、人生のどっかに刻み込んで、また明日から生きていきましょう。今日は本当にありがとうございました。青春だな。でも絶対に見ます。はい、ということでこの後感想言っていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、ということで本日はザ・ファースト本編シャープ 11-1、11-2、合宿クリエイティブ審査チーム C の方見ていきました。もう本当になんかね、チーム C のパフォーマンスが一番心に来たと言いますか、皆さんの笑顔もね、すごかったし、パフォーマンスも良かったし、あと、その、レイコくん、ダンスを学びすぎじゃねっていうね、翔太くんも途中言ってたんですけど、いや、もうほんと未経験者と思えないようなもうダンスしてて、それもびっくりしましたね。で、あとその、翔太くんが途中でね、中間発表の後に泣いちゃった部分とかは、抱え込んでると思ってなかったのに抱え込んでちゃってた感じっていうのが、なんかメンタル強いと思ってる人こそああいう感じになっちゃうっていうのをよく僕も見るし、僕自身もああいう感じちょっとあるんで、なんかね、まあ、ザ・ファーストを見た人はね、あの場面見て、
発揮すると思うんですけど、皆さんそういうのもねちょっと気をつけてほしいなって、息抜きとかしっかりしないとなっていうのも思いつつ、であともスカイハイさんのねオンラインライブをあの場面で見れて、なんかその背中で見せるって言いますけど、もう本当に自分のパフォーマンスで見せるっていう、スカイハイさんのあれがかっこいいなっていう、かっこよすぎましたよね本当に。あれができる人にね僕もなりたいなって心底思いましたし、で次回結果発表、あ見たくない結果発表けどね、絶対見ますんで、皆さんこれからも見ていきますんで、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。あとはね、皆さんの感想コメント非常に楽しみにしておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。あと非常にね私事なんですけど、3月1日からね新しいチャンネルを始めることになりまして、まあ3月1日にねこのチャンネルでもちょっと告知するんですけど、なんかそれもちょっとね The First を見て、なんか自分のやりたいことに突き進むための準備みたいなことをしていくというか、自分の好きなことにつながるように新しい挑戦をどんどんしていくっていうのを思っての新しく始めるチャンネルにもなりますんで、ぜひね少しでもこの僕の今リアクション動画見てくれてる方にも見ていただきたいと思っておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はここら辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。バイチャー。 Make money People inside People inside in the sky Make money People inside People inside in the sky。チャンネル登録お願いします。